皆さんこんにちは。今日はエトモスのクリームを2週間使ってみたので、そちらの感想をお伝えしたいと思います。それではスタート。はい、以前ね紹介したエトモスのアイクリーム、こちらです。バイタライジングリンクルクリーム、これ2週間くらい前に買って毎日使ってみました。中身はこんな感じです。ここがね瓶かと思いきや普通のプラスチックですね。ちょっと見た目も高級感があります。でこれどういうものかちょっとわからない方のために少し説明をしたいと思います。このバイタライジングのシリーズがエイジングケアのラインになってます。でこれは9月25日に発売された新商品で、敏感肌でも使える乾燥コジャーを目立たなくする目元口元用のクリームになります。ここだけですごい惹かれますよね。で小じわやハリ不足、乾き、くすみに悩んでいる肌が敏感の方のために生まれたものだそうです。で無添加のものが多くて、石油系界面活性剤、鉱物油、シリコン、パラベン、タール系色素、合成香料が不使用になっています。小じわがね気になったりとか、目元が疲れた印象が気になる方とか、スマホやパソコンをよく使う方におすすめだそうです。でね、私みたいに敏感肌でアイクリームを使うのが怖いっていう方にもおすすめだそうです。で私がねすごく惹かれたポイントっていうのが、低刺激処方っていうのもあるんですけど、人型セラミドが入っているのと、あと幹細胞エキスが2種類入ってるんですよ。アルガン幹細胞とかリンゴ幹細胞、キメの整った滑らかな肌へ整えてくれたり、ハリ感をね与えてくれるそうです。やっぱり私は目元がすごく荒れやすくて敏感なんですよ。こういう集中ケア欲しいなって思ってこれをね買ってみました。で私は朝晩使ってるんですけど、ワンプッシュしないぐらいを目安に使ってます。なんかワンプッシュだと結構多くて、半プッシュとワンプッシュの間みたいな感じで使ってます。実際に出すとこんな感じで、結構固めなんですけどかなり伸ばしやすいです。ちょっとこってりしたような感じのクリームですね。ちゃんと密着してくれるような感じで、ほんと乾燥とかも防げるようなテクスチャーです。すごい滑らかです。でこれはね目元口元用なんですけど、私はだいたいこの目元を中心につけてます。ここで余ったやつを顔全体に塗るようにしてますね。はい、ちょっと説明がね長くなったんですけど、実際に2週間朝晩使って思ったことは、やっぱりね乾燥はかなり防げます。今みたいに密着してくれるようなクリームなので、乾燥小じわみたいな、こういう笑いじわとかできるんですけど、全くなくなるっていう感じではないんですけど、そういうのにすごくいいのかなって思います。でやっぱり今の時期も花粉がね私は反応してしまって目元とか痒いんですけど、ひどくなるともう本当になんか皮膚がゴツゴツしてくるんですけど、そういう感じにはねならなかったんですよ今回。なので結構しっかり保湿されて皮膚状態が良くなってるんじゃないかなと思います。なので私は結構気に入ってます。でこれ結構高いんですよ。これ15g 入って4500円なので割と高めかなと思うんですけど、ケチらず毎日使いたいなって思うぐらいいいです。で私左側がね特に荒れやすいんですよ。なんだけどそこまで悪くないから結構効いてるのかなって思います。でそしたら他にもいいところがあって、しっかり保湿された分まつげ美容液の浸透が良くなった気がします。これと一緒にねまつげ美容液も使ってるんですけど、今までそれはあんまりこう伸びたなっていう感じがしなかったけど使い続けてるんですよ完全無添加だしあんまり負担なく使えるから、それは気に入って使ってるんですけど、これを一緒に使い始めてからめちゃくちゃまつげの調子が良くて、特にやっぱりこっちの左側が少し伸びました。多分これでまつげが伸びたっていうのはないかもしれないんだけど、かなり調子がいいです。でやっぱりこっちがね荒れるので、こっち側中心に目の際ギリギリまでしっかり塗り込んだらまつげの伸びが早くなりました。すごいね思ってなかったところに効果が出てめちゃくちゃ嬉しくて、最近まつげ綺麗に上がります長めに仕上がるからすごい嬉しい。でまつげもこっちばっかり伸びてきてるので、ちょっとこっち側もしっかり際まで擦り込もうと思います。でちょっと痒くてもシミないんですよ。私はヒリヒリとかしないので快適に使えます。なので私みたいにちょっと肌が弱くていろんなものを使うの怖いなっていう方にはすごくおすすめだと思います。すごく私はいい出会いをしました。しかもねこれから乾燥とかしてくる時期なので、よりいいかなと思います。気になる方はぜひ使ってみてください。はい、で今日のリップはこちらです。メイベリンのスーパーステイマットインクの80番を使ってます。今日はリップクリーム塗ってないでそのまま塗ってるのでかなりマットかなと思います。女性らしい色ですよね。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。